最近のお洋服って割とこう形にこだわったデザイン性のあるものが増えてきてたりしますよね。そうですね、なんか1枚でもうさらっと決まるアイテムが結構あるんですけれども、うんうんうん、ドッキングワンピースっていうのをこの春出したんですが、スカートのボリューム感がたっぷりあってカットにものすごくこだわって、バックオープンリブニット、普通の下着で着ていただける、実は肩パッド入れてるんです。肩のラインがシャープに見えるんですね。だから大人でも二の腕のラインを気にせずに着ていただけるお洋服、ジレ合わせであったりとか、ジージャーに合わせてもカジュアルになりますし、あまり飽きも来ず長く着ていただけるアイテムになってます。白も黒も買おうかな。ドットとか透けてるアイテムっていうのが今年もまだ推しアイテムであって、着回し力があってシンプルなアイテムとも合う。今この写真だと透け感が結構強めに出てるんですけれども、ロンティとかを入れて着ちゃうんですか。そうなんですよ、カジュアルからフォーマルまで着ていただけるブラウスになってます。それこそ優子さんが今着てらっしゃるこれに、そうですね、袖からこう出したら可愛いですよ ね、はい、見た目も全然違うブラウスみたいになってくるので、1枚あるといろんなシーンで使っていただけるブラウスに仕上がってます。バルーンサテンブルゾン、サテンなのでツヤ感がありながらもバルーンっていう、横から見たらこう丸くふっくらしてる形がすごく人気で、スカートにもパンツにもあって、しかも肌写りも良くなって細見えする、お洗濯も可能みたいな。一番人気は何色ですか。アイボリーですかね。着ると明るくなるので。そうですよね。でピンク可愛いです。ピンク今年の新色で、ピンクすぎない色合いで、そうなんです、ね、これがあるとおしゃれの幅が広がりそう。とりあえずこれを羽織って大丈夫、これさえあれば、はい、困らなくて済むっていうのがいいですよね。